大山メ族はカメモクイシ石メ科に属する族。模式種はトゲヤマガメ、別名アジアヤマガメ族。インドネシア、カンボジア、シンガポール、タイ王国、フィリピン、ベトナム、マレーシア、ミャンマー、ラオス最大種はヒジリガメで最大高長61センチメートル。 ヒジリガメを本属に含まない場合の最大種は、大山ガメで最大高潮43.5センチメートル。最小種は、トゲヤマガメで最大高二22センチメートル。復興は、単行色で暗色の反紋が入る。上顎の先端は二股に分かれる。本属は、メスの生態にのみ後ろの復興を、ある程度、稼働させることができる。本属の構成種は、 産卵数は少ないものの卵が体に比べて大きく、復興の後部が動かすことで大きな卵が産みやすくなっていると考えられている。流れの緩やかな火星や渓流、地上、森林等に生息する。ヒジリガメは、半水星、大山ガメと、平田山ガメは、半陸星、トゲ山ガメは陸星。植生は、植物食の強い雑食で、果実等を食べる。 繁殖形態は、乱世で、大型の卵を少数産む。近年では、系統分類学の研究から一族一種だった、ヒジリガメを本属に含める説が有力。生息地や中華人民共和国では、食用とされることもある。ヒジリガメや、大山ガメは、仏教の教えから、寺院の池に放されることもあり、ヒジリガメは、和名や、英名の由来になっている。開発による、 生息地の破壊や、食用やペット用の乱獲等により、生息数は激減している。2002年には、本属の高生主全種が、ワシントン条約付属書通に掲載された。ペットとして飼育されることもあり、日本にも輸入されている。主に野生個体が流通する。以前は輸送の状態が悪く、命を落とす個体が多かった。上記のように、ワシントン条約に掲載されたため、 流通量は激減している。ありがとうございます。